ことで、まあ、ダウン攻撃の技もね追加されたし、先にね進みますか。奥に多分こっちかな。アンカーショットにさダウンの効果ついたらだって最強説じゃない？だったら回復もできてダウンも取れるっていうね。ただちょっと使いどころによってはさタイミング見計らって使わなきゃいけなかったりするかもしれないね。この上、あ、来た来た来た、あそこかな。魂の蝶、あれはやはりな。アルス、確認された異常な力の反応ってアルスの中にアルスだったのか。ああ、見ての通りだ。陽水というわけではなさそうじゃない。誰かにやられたってこと？事故に巻き込まれたか、あるいは何者かによって倒されたか。お強そうなの出てきた。ちょっとなんか見た目グロ。大物だ。アルスの死に煽られて迷い出てきて。強そうだな。BGM かっこよ。まあ、とりあえずショットアンカーショット打っときますか。アンカーショット打っといて、いやこれ実は大丈夫、実はねこいつ大丈夫か。なるべくヘイトを抜けたくないんだが。おいうわ、攻撃力強い、攻撃力強いからこれトラに変えた方がさ絶対気がする。トラに変えた方が、うん、ちょっと待って絶対トラの方がいい気がするな。このおいトラに変えてさなるべく耐久をさしてもらいたい気持ちはあるんだけど、よいしょ。おいやっぱなー、ちょっと編成をさ変えたいわ。戦ってる間にさ編成を変えられないのかな。よいしょよいしょよいしょ。お、そうだ、編成をバンダムにさしてもらいたいのよ。編成をさバンダムにさ変えてもらいたいんだよ。おいあれだ、で一応おいよいしょ、おいアンカーショットで回復もやっていく。おいちっちゃいさでブレイク状態だけど溜まってないっていうね。溜まってないからここは使えない。よいしょ、まあ、次さ溜まった状態で使うか。よいしょ、いけます。まあ、ここはちょっとアンカーショットあれしかないの。回復を出しといて、あおいその段階でブレイクかよ。よいしょ、おい間に合わないな。まあ、とりあえず必殺技使っちゃうか。おいこれトラに変えた方が編成いいかもしれない。バーナビー弱くね。バーナビーお前ちょっとヘイト買ってくれ。ヘイト買ってくれ。おいでブレイク状態でダウンを取れます。ダウン取れて、よいしょ、おいで、よいしょでからの、よいしょ、おいでコーム技を決めると回復を取ってって、でこれはニアのスチームボム。ちょ待て待て、ああもうヘイトこっち向けるなよマジで。やっぱトラスの方だ。おいレックスはさ攻撃のさ体重になりたくないんだよな。できるならばこのさバーナムにさ抜いてもらえたんだわ。ちょっと編成ミス、編成やっぱ年寄るよな。年寄りはダメだな。あ、ちょっとレックスヘイトがそう、ヘイト抜きすぎてるわ。ヘイトありがとうみやん。おいおいおい、よいしょよいしょ、おいおいおい。一応さヘイト減少の技はさつけたんだけどさ、おいつけてるんだけどヘイト抜いちゃうってことはね、やっぱこのバンダムはディストラだな。バンダムは解雇だ。でもトランスが勝たんだな。ナイスー。おお、消えた消えた。なんだこれ、クリスタル？ブレイドがコアクリスタルに。コアクリスタル、モンスターがブレイドと同調していたんですね。トラは同調できなかったのにモンスターのくせにずるいもん。でもそうよね、トラがさ同調できなかったのは花がさ誕生するためだったのかもしれないね。俺がドライバーを失ったブレイドの姿さ、もう元には戻らない。いや、しばらく経てばコアの光も元に戻る。そうすればまた同調できるようになる。ただしそん時には以前の記憶はない。まっさらな新しいブレードとして誕生することになる。こうやって説明してくれるってことはよ、そうなんだ。今後の展開でこういうことがありえそうな気がするんだけど、以前のことを覚えていないなんて。ってことはホムラもさ以前のこと覚えているからこそ辛いこと、やっぱホムラは覚えてるのかってあると思います。いや、コアが存在する限りどうだろうホムラはその以前の記憶覚えてんのかな。その永遠の時間を何百年も前の記憶のせいで苦しみ続けるとしたら、記憶をね。ホムラ、ごめんなさい。忘れることができるのも幸せなんじゃないかって思ったんです。これは何かありそうですね、ホムラちゃん。本来の目的を達成しまおう。おそれはクリスタル？コアクリスタルだもん。これが原因だとアルスから生み出される。こいつはまだ何者とも同調していない正真正銘生まれたてのコア。このコアは今後あまたのドライバーと出会い、その死を経験し、そしてまた記憶を新たにして別のドライバーと同調していく。これ絶対大事なことだと思うよ、この説明。バンダムのドライバーの死、ホムラちゃんに絶対なんかね関係してる気がする。数えきれないほどの死の上にブレードはある。意志ある再生が歴史を作っているんだ。もうホムラちゃんのことやんそれ。長い人以上の歴史。もうホムラちゃんに言ってるようなもんじゃない。これほらこの顔よ、かわいい。この口好きだわホムラちゃん。相変わらず今日もいいお釣りしてんねん。ホムラちゃんのこの口可愛くない？への口っていうのかな。あの口好きなんだけど。ホムラは出会った時からあの姿だった。ホムラのドライバーはまだどこかで生きているんだろうか。それとも。これは頂上じゃない？ちょっと待って。一応ミッションは終わったから。村に向かえたことね。これ飛べんじゃないしたら。スキップできそう。スキップできそうな感じする。特にアイテムとかもさ、なさそう？ここがさ頭のてっぺんだからね。お、待って、奥行けるっぽいな。ここ域ホリホリポイント、あ、いけないかってことはここがさ最終地点だね。何が出るかなっと。お、ちょっとバンダムさ、バンダムちょっとダメよバンダムっていう。ちょっとバンダムをやっぱトラだわ、トラしか勝たんだわ。ってことでこの3人でまたやってくわ。でまあ村にね帰らなきゃいけないからスキップトラベルって村に帰りますか。絶対さバンダムが教えてくれたことさ今後のさ伏線じゃないけどさまあそんな感じになりそうな気がするんだよ。だって場所でさああやってね説明してくれるってことはよ、今後ねストーリーを進めていかないとさ何が起こるかわかんないけど、まあ、とりあえず行きますか。はい到着行きましょう。お、なんか明るくなった。でも夕方だからちょっとさ雰囲気もさ明るくなっていい感じだな。おう、ゾウとユウがいるよ。わー、一段落だね。どうした？ボス。ほーら動かないで。男の子なんだからこのくらい我慢です。言われてこんなこと。染みるもんは染みるって。そういうホムラはどうなのか。おっぱい押し付け、私は押し付けられながら言われて。今わざとでしょ。わざとやりましたよね。可愛い。やってない。普通に塗っただけ。おいちゃいちゃすんな。嘘。こう塗りましたよ。おだがいちゃ。ちょっと今の動きえすぎ。そういえばこのアングルおいおいナイスアングルエッチな太ももアングル。これは一体どうしたってんだ。どうしてブレードであるお前が傷を負ったままなんだ。しかもレックスと同じ場所に。一心同体、命を分け与えてるからねホムラはね。信じられん。そんなことってあるの？だからさ傷を負う場所もさ同じなんだろうね。ただのアクセサリーかと思ってたぜこんなアクセサリーさつけてたらさクラブ行ったら取られるわ。某ニュースみたいにおでこにさダイヤ入れてさ取られたっていうさニュース見たけど、そんなことしたら自分で入れてたら取られるわ。しかしお前らはまあ仕方ないよ、こうなっちゃったんだから。困ったもんだ。一心同体だな二人は。これじゃどっちがぶっ倒れてもアウトじゃないか。一人前のドライバーはブレイドを守るんだろ。なら俺はホムラを守ってみせる。口で言うほど簡単なこっちゃないぞ。バンダムさん、俺さこの命をくれたホムラのために二度と死なないって決めたんだ。だから絶対に死なない。そして必ず楽園に行ってみせる。ホムラと一緒にね。レックス、お前楽園に行く？聞き捨てなりませんね。困るんですよ、脇役ごときに出しゃばった真似をされるとね。シスコのサイコパススケベメガネの義経じゃないか。義経裏切り者に名前を呼ばれる覚えはありませんよ。裏切り者このロリコンが失礼ロリコンのくせによく言うわ。私は裏切ってなんかない。ロリコンのくせに。ならなぜそこに。そこがあなたの居場所。義経と戦う。私はおい、あいつは何者だ。あいつはロリコンです。ただのシスロリコンです。ホムラを狙ってるイーラって連中です。義経、あんたなんだってここに。そりゃあそこの天の聖杯ですよ。主演女優の姿くらい見ておきたいじゃないですか。全部バレてたんだな、移動の特権も。ご明察。ああそうそう、真からあなたのことは好きにするようにって。もうやめろよ、そんな同人誌みたいに。わかりますよね、同人誌みたいにするのやめて。嘘だ。ショック。やっぱリアとさシンはさいろいろありそうだね、過去に。ともあれ今後が気になるとこだけども。さあまとめて退場して。お前が退場しろや。シスコンめ、シスロリコンめ。これまでイーラの手で多くのドライバーがその命を奪われてきた。俺たち傭兵団だって例外じゃねえ。コアを奪うのがその目的って話だろ。そうか、奴がイーラの義経。やつがシスロリの義経。村の連中を避難させる。シスロリ義経。はい。悪いね。みんなで戦うのか。いいかい。あいつのブレイドカムイは空間のエーテルエネルギーを操って、こっちが使う属性とは相反する場を。なんでそれチートや。つまり気の抜けねえ敵ってことだ。ここで属性がさ。行くぞ。属性っていうものが大事になるんだな、きっと。あ、BGM 超かっこいいね。え、義経の戦闘 BGM かっこいいだろ。そろそろ仲間のドライバーとの戦いにも慣れてきたと思います。ここでパーティー全体でエネミーに大ダメージを与えられるチェーンアタックの説明をしたいと思います。まずはパーティーゲージ、これは前に説明したと思いますが、戦闘不能の仲間を助け起こす世界にも重要な役割があるのです。このゲージが3まで溜まっている時にプラスボタン、あ、これか、プラスボタンを押すことでチェーンアタックが発動します。はい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 。チェーンアタックが発動するとドライバーがエンゲージするブレードの必殺技を10枚に選んでいくことになります。なるほどね。はいはい。例えばレックスがエンゲージしているホムラの必殺技を選び、強いニアがエンゲージする白虎のその次はトラがエンゲージしているハラといった具合です。なるほど。この1-10をラウンドと言います。ってことはこの3人のラウンドを1ラウンドってことね。チェーンアタックはブレードの必殺技を選ぶことによってエネミーについてしまった属性力を割ることができます。はいはいはい。属性玉の反属性の必殺技を使うと弾はより割りやすく割れれば大ダメージを与えられます。ってことは義経はこれは何の属性か分かんないけど、例えば水だったら雷とかってことは、炎だったら水の必殺技を使うと大ダメージを与えられるってことだよね、多分。実際にやってみないと分かんないけど、どのブレイドをどの順番で呼び出すのかよく考えて必殺技選びました。うわ、また難しい。天の声、こうやって文字でさ説明するのは簡単だけど、実際にやるとめちゃくちゃ難しいんだよ。それとチェーンアタックを開始するとパーティーゲージがフルバーストゲージに変化します。フルバーストゲージは属性弾を割ることに少しずつたまりマーダになるとフルバーストが発生します。フルバーストが発生すればエネミーに大ダメージを与えることができます。はいはいはい。なるほど。前に属性玉ブレイドコンボを3段階まで決めないとつけることができないとお伝えしましたが、今回は特別に義経に水属性の玉をつけてみます。水属性ね。水属性の玉を効率よく割るためにまずは反属性を出る。あ、ってことは水。なるほどね。水の刃は火で、風の方はなんだろう。え、待って、火に水ってことは草に血とか。ちょっと待って、反属性をもうちょっと勉強しないと。とりあえず今義経の属性は水にしてくれてるから、もうホムラとの火でダメージ与えるってことか。それではパーティーゲージをマックスまでサービスしますので、まずはプラスボタンを押してチェーンアタックを開始してみましょう。うわ、できるかな。この玉ね、あの玉か、あの弾でチェイアタック。おい、これか。で、待って待って、これは水だからホムラか。ホムラで決めると。はい、おい、待って、これで反属性で、次は花で、その次にニアか。で、ニアでやっていくと。まあでもこの義経の場合はかわいい。でもこの義経の場合は半ダメージだから、ホムラでやった方がダメージが倍になるってことね。これチェイアタックめっちゃ続くやん。これでチェイアタックがたまればたまるほど多分これ2ラウンド目だからだんだんさダメージ増えてくっていききているということで、なるほど、これまた難しいや。この相手のさ属性を見て変えなきゃいけないってことでしょ。また難しいミッション出しやがって、まあ、でもこの属性も分かればまあできそうな気もするね。いやただね、またこれ頭使うわ。頭使うさ攻撃のさやり方よ。で、まあ、とりあえずダウン取れるようにアンカーショット当たってこれ。待って、今ブレイク状態。ドライバーさん、おい義経お前。なるほどね、ドライバーが封鎖してる状態だから、待って、あーです。危ない危ない。レックスが封鎖された。おい、おい、おいしょ。で、アース強化状態にアンカーショットして、なかなかさ、ブレイク状態にならないね。おい、強いよ、失礼。おい、おいしょ。おい。来た来た来た、ブレイク状態、ブレイク状態来た。ちょっと待って、ブレイク状態来てダウンを取っていく、ダウンを取って、あ、ダメ、くそ、ここでここでさアーツが攻撃できればいいけど、お、やられた。よし、お前やるな、義経に絞られたわ。うん、でブレイク状態に義経がなったから、ダウンを取って、ダウンを取って攻撃正解。おっしゃ、決まった。これが決まったんじゃない。おら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 、おらおら、ナイス、決まったで。おい、でここはこれはさ、おいおい、またブレイクきた。いや、いいぞいいぞ。ここでダウンを取っていくからが、ここでニアにつなげていく。ナイスナイス。待って、戦い方どう、みんな完璧じゃなかった。今完璧な戦い方じゃなかった。光栄ですよ、天の聖杯と同じ舞台に。戦闘 BGM かっこいいな。いちいちエチチなんだよ、ホムラが。なんかダメージが連動してるみたい。いちいちエチならホムラ立つわ。天の聖杯は今、なんか人と同じで不死身じゃない。なんだその顔、ホムラちゃん。だったら十分終わらせておいた方が後の作業がやりやすくなるね。ああ、やめろやめろ、やすね。あ、ホムラちゃん、まったく目が離せんな、お前たち二人からは。バンダムさん、こういう敵にはこんな戦い方もある。どうだったか、戦い方、お、なんだ、立ちこき。エーテルの流れが乱された。これじゃ総反馬が作れない。案外脆かったな、貴様の技。おいボス、たまには役に立つな。あ、ビャンコ、ナイス、ビャンコかっこいいよ。悪役どもが揃いも揃って、みんなかっこいい、みんなかっこいいよ。物語を再興するよ。了解。し。ホムラちゃん。ホムラ。ダメだ、どうしてもさ。ホムラ。どうしてもスケベな目で見てしまう。やばい。どうしてもスケベな目で見てしまうわ、みんな。アンリーの心を浄化しなければ。かわいい。どうだった？とてもよかった。傷は大したことない。疲れて眠ってるだけだって白虎が。そうか。俺また力を使いすぎちゃったのかな。まあレックス、俺とあの義経ってやつの違いは何だと思う？そりゃあ、あいつはホームランを狙う悪いやつで、バンダムさんはいい人？そいつはありがたいことだ。ブレードとの絆ってこと？どっちも違いはないって言ったらどうする？村の連中は義のために戦をしてると信じているけどな、義のある戦なんて存在しねえんだ。義なんて言葉はな、手前勝手な強弁よ。戦は戦、自分を守ろうとすればするほどそこには対立が生じる。それが拡大したのが戦だ。つまり俺には俺の、奴には奴の戦があるってこと。お互いにさ、戦う意味があるんだもんね。肯定なんかしねえよレックス。戦は力だ。力はそれを使う者の心の形でいかようにも変化する。力を恐れ守ることを放棄しちまったらそこで終わりだ。何が正しくて何が間違ってるかなんて誰にも決められねえ。ならとことんお前の大事なものを守れ。ボス、いいこと言うよ。大事なもの？ホムラちゃんに決まってんだろレックス。それがお前の戦だ。俺の戦。ホムラちゃんを守るために。おはようございます。ホムラ、もういいの？はい、たっぷり寝ましたから。そっか、よかった。それよりニアがレックスに話があるって。ニアが？さあ、珍しいね、ニアがさ、レックスに話あるって。あのさ、レックス、ちょっと付き合ってほしいんだ。デートの誘いか。どこへ？バンダムんとこ。義経たちとのことさ、ちゃんと話しときたくって。ああ、それ。いいよ、俺でよければ。助かるよ。ニア、最初は一人で行くって言ってたんですけど、レックスもいた方がいいんじゃないかって、私が。いや、正直いてくれると助かる。あのおっさん、見た目怖すぎだからさ。確かに。そしてパーティー編成が変わったと。で、これさ、宿は泊まれる。レベルアップできんじゃない？軽く休むね。お、レベルアップできるみたい。したらレベルアップさせてと。レベルアップさせてと。もっともっと強くなるもん。ほら、でこれもニアもさせると。また強くなっちゃった。おいしょ、おいしょ。すや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 。ボスのとこに行けばいいよね。ボスどこだよ。ボスどこいる？あ、上の奥か。ボスこっちか。いた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 。おい、お前ら。結局みんな来てるんかい。いや、結局昨日は助かったよ、あんたがいてくれて。それでね、あの義経ってやつ、あいつのことなんだけどさ、私さ、実はあいつと傭兵をやってるとな、いろんな事情を持ったやつと出会うんだ。国のため、家族のため、金のため、さまざまな理由で戦ってるやつらとな。中には胸に妙なクリスタルこさえて、俺のことか、彼女のためだなんて変わったやつまでいる。絶対バカにしてるだろ。絶対ボスバカにしてるな。お前は今こいつらと共にいる。ならそれでいいじゃねえか。バンダム、あんたは。それよりレックス、楽園に行きたいって言ってたよな。うん。でも正直困ってる。世界樹の近くにあんなのがいたんじゃ誰も近づけないよ。紹介の飛行船で渡ろうとしても落とされちゃうだろうし。インビディアウォートに俺の古い知り合いがいる。そいつなら生き方を知ってるかもしれん。本当に？うん。ちょうどオートに行く用事がある。ついでに紹介してやるよ。ありがとうバンダムさん。なにこれも何かの縁だ。気にするな。準備ができたら村の入り口へ来い。そこで待ってる。